こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサなのぜ。できるだけ多くの敵を破壊してください。今回は、最強 MS 招待決定戦の予選第2弾なのぜ。デッキ構成は、前回と同じ。プロトタイプガンダム、カッコ、レンタル機、カッコ閉じ。ジムスナイパーカスタム。出撃する地点を選んでください。ウッピーこと、ジムホワイトリンを使用。初期型ジムなのぜ。それでは霊夢、出撃よろしくなのぜ。了解、了解。出撃します。出撃準備が完了しました。発進どうぞ。目標が変更されました。一緒に参加していただく、皆さんは、ミセッシャさん、メティアさん、ソレソーちゃんさん、ウサミレンコさん、新世界の神さんなのぜ。そして、今回控えの皆さんは、ユファーさん、ネコーさん、マッダさんなのぜ。さらに、レムレル森、第二招待として、レイムは、参戦できませんが、七人の仲間がいます。絶好調！招待表の、グアユーさん、ハヤテ王子さん、アルテミスヒラさん、自動選択ランダムさん、ネオビッグバンさん、ロスケ君さん、ビタキリさんなので、今回のお相手は大小中小ばかり、つまりコテンコテンのファンファンだね。ということで、大会の模様をバックに霊夢と次回作座談会の打ち合わせをすることにしたので、座談会座談会。ねえマリサ、この前言ってたコチョチョッチョのヒッソヒッソだけど、もう少し詳しく教えてよ。オッケーだぜ。甘く見ないで。最近サナエの様子が変だっただろ。あれは絶対男の匂いがするので。そうなの？そういえばイケメンがどうのとか言ってたね。座談会の企画書、あれはどう見てもサナエが俺たちを休ませる企画にしか見えないので。そうなの？ああ、間違いないよ。間違いなくサナエはその男と二人で座談会を開くつもりなので。そこでだよ霊夢。うんうん、座談会にも出てサナエの男にも会える計画を考えたので。いいねそれ。私も出たい、会いたいよ。だろ、俺の考えた計画は、こうなのぜ。まず、俺と霊夢は、時間よりも早く行って、こたつ部屋の家の前に、隠れて待機。そしてサナエが、こたつ部屋に入るのを確認。次に男が、こたつ部屋に入ろうとしたら、その男が、間違いなくサナエの男なのぜ。なるほどね。でももし、サナエが先に来なかったらどうするの？サナエの性格なら、間違いなく先に来て、俺と霊夢が休んでいることを確認するはずだぜ。なるほど、なるほど。それで、その男の人に会ったら、どうするの？声をかけて、先にお友達になっておくのぜ。うん、お友達になるんだね。そして、俺と霊夢は、トイレに行くとでも言って、先に男を行かせるのぜ。なんで、お友達になったんだから、一緒に行けばいいのに。男を先に行かせて、サナエの様子を見るんだよ。ああ、そういうことか。そしてタイミングよく、こたつ部屋に入っていくのぜ。でも入りにくくない？じゃあ、漫才風に入ろうぜ。二人で、どうもー、と言って入ったら、霊夢は何か言った後に必ず俺の名前を言う。それに対して俺は、そうなのぜ霊夢と答える。これを何度か繰り返していくと漫才風に聞こえるのぜ。出撃する機体を選んでください。そうなんだ。これなら入りやすいだろ。そうだね。入りやすい入りやすい。入った後はいつも通りやればいいだけなのぜ。了解、了解。そろそろ試合も終わったのぜ。
コチェンコチェンのパンパンって乾杯だね。撤退してください。戦闘における戦績を報告します。いやレイム、乾杯じゃなくて乾杯だよ。間違えました。てへ、座談会当日はよろしくなので。了解だよ。本部からの報酬が支給されました。それではこの辺で開封するコンテナを。ご視聴ありがとうございました。